にちは、サバデンです。今日は皆さんにご報告があって動画を撮ることにしました。報告というと大げさになるんですけど、皆さんに知っておいてほしい、応援してほしいなと思って、僕の決意を聞いておいてもらいたい、知っておいてもらいたいと思って動画を撮影することにしました。あ、なんか恥ずかしくなってきた。僕 3,2,1 ムキムキになります。そんなことの報告とか言わんとってと思ったと思うんですけど、僕にとってはかなりの決断というか決意というか決断になります。だいぶ前から、実は1年前ぐらいかな、からずっと体を鍛えようっていう話は出てました。もっともっと筋肉つけてかっこいい体になりたいと思ってたんですけど、心に余裕がなくてやるやる詐欺みたいな感じで今日まで来てました。バイト、洋服の出店、 YouTube 撮影、ボクシングのトレーニング、これだけのスケジュール管理するだけでも結構いっぱいいっぱいで、これに筋トレのジムに通うってなるとこれ大丈夫かなっていう心配があって踏み切れませんでした。基本2つのことを同時に考えたり行動するのが苦手になったので、やることが一つ増えるだけでかなりのストレスが溜まるって分かってたし、めちゃくちゃ悩みました。でもこのままじゃあかんなと思って、何か変化をつけないと前に進めないなと思って今回決断しました。うわー、言うてもだ、もう逃げられへんぞ。でここから本題なんですけど、なんでムキムキになるっていう話なんですけど、4つも理由があります。まず1つ目、麻痺のある左側に筋肉をつけて大きくすることができるのか挑戦してみたい。僕もともとボクシングをし始めるまでは歩くのもやっとやったし、体幹がなくて階段は手すりがないと登れないし、下げたり後ろに後ずさりするっていうのも無理だったんですね。それをボクシングを始めてから1年ぐらいで動けるようになって、その避けるとか後ずさりするっていう動作ができるようになりました。痛みは感じなかった左側に筋肉痛の痛みは感じるようになって、筋肉も少しずつついてきたんですけど、やっぱり右と左の体の大きさが違うんですよね。明らかに左側が小さいです。見てもらったら分かるんですけど、腕の太さも違うし足の太さも違います。これはやっぱり脳に障害があるので、それによって左側に脳からの運動指令がうまく伝わってないのが原因みたいです。脳からの指令が麻痺側にうまく伝達されないことで筋肉がうまく使えず十分な動きが取れない状態になっているので、筋肉を動かす機会が減り筋力が低下して筋肉がつきにくいみたいです。これを筋トレすることでどこまで改善できるのか、左側もムキムキになれるのか検証してみたいなと思ってます。これでもし左側に筋肉をうまくつけるようになれば、同じような肩の日の患者さんの希望や可能性が広がると思うので、頑張って挑戦してみようと思います。そして2つ目はある人との約束です。僕のことを応援してくれてるすごく尊敬している方がいるんですけど、その方から最近言われたことがあって、緊張感と隣り合わせで戦う男の顔にならなあかん、毎日トレーニングして体を鍛えてシュッとした体とシュッとした顔を作りなさい、この言葉を言われました。正直この言葉を言われた時にドキッとしました。なんか心の中を全部見透かされてるような気がして、忙しいとか頭がいっぱいになってストレスになるからとか適当な言い訳を作って、やるやる詐欺で今までここまで来たけど俺変わらなあかんなって、今やらんかったら多分この先ずっと無理やろうなって、この方から言われた言葉が僕の中ですごく響いて、やるなら今やって、その方から背中を押されて決意しました。頑張ります。そして3つ目なんですが、今僕新曲の準備をしていて、8月にミュージックビデオの撮影があります。目に見えない世界について書いたリリックで、今回その制作にあたっていろんな方に協力してもらってるので、これを
成功させるためにも自分自身に活を入れるいい機会なんじゃないかなと思っています。そして4つ目、7月からホッソンさんが新しいジムをオープンします。そのジムが1分フィットネスといって、短時間でどれだけ追い込めるかというような内容になってます。短時間で効率よくトレーニングするというコンセプトなので、今回ホッソンさんと脳からのアプローチに協力してもらっている向井さんにも協力してもらい、次のミュージックビデオ撮影の約2ヶ月間、その間にどれだけ結果を残せるのか、今回頑張ってみようと思います。というわけで、ムキムキになりたい理由を決意を、ムキムキになると決意した理由を説明させていただきました。今回はマジで本気です。いつも応援してくれしていただいている皆さん、そして今回僕の可能性を信じて背中を押してくれる方を裏切らないように頑張りたいと思いますので、応援してもらえると嬉しいです。またトレーニング動画をショートでも発信していこうと思っていますので、見に来てください。では報告動画、決意表明でした。皆さん、コメント、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、ぜひお待ちしております。しゃあ、頑張るぞ。ムキムキ。ありがとうございました。ムキムキ。じゃあね。